試合開始の笛です。早野さん、フォーメーションの解説をお願いします。はい、ではまずマドリッド、ディフェンスは基本的に4バックで、最終ラインはフラットですが、サイドバックの攻撃参加もあります。中段はダイヤモンドの形をとっています。続いてマンチェスター、ディフェンスは基本的にフラットな最終ラインの3バックです。中盤はボランチを2人、サイドが2人、そして攻撃的ポジションに1人という構成です。はい、どうもありがとうございました。シュート！パビア、素早いパス回し、ミヤタビッチ、パビア、ヤムニ、パビア、カット、ヘッドで落として、これはちょっと危険、早野さん、今のシュートキーパーの頭上を大きく超えてしまいましたね。あれはちょっと狙いすぎたかもしれませんね。ゴールキックになりました。レドンコ、パビア、キティ、おっと、ここからシュート、クロスバー直撃、ここは一旦キーパーに預けます。おっと、倒された、フリーキック、フリーキック、パビア、早野さん、この位置からのフリーキックなんですが、ミドルシュート、ディフェンダーも必死です。大きく前方にクリア。前半15分、ルシュカ、パビア、パスを回す、を回す、ローソン、果敢にスライディング、センタリング、センタリング、ふわっと上げる、キラーパスになる、大きくクリアしました。ボールを下げます。おっと、ここからシュート、チェリッチ、キリア、ダゴスキ、ダゴスキ、デシルバ、ここでカット、パビア、キティ、シュート、コーナーキックを得ました。狙いすぎたようです。さあ、チャンス到来、よくしのいで、しのいだ、チェリッチ、モイエンテス、ラミュッ、ラミュッティ、ローソン、パヌッピ、フルシカ、キティ、パビア、カット、パスをつないで様子を伺います。シードルク、つながりま、つながりません、キティ、これはゴールキック、ゴールキックになりました。
サンティス、シードルク、ローソン、パビア、さあそこか。前半残り5分です。キティ、イウクナ、シュート、ローソン、ゴールキック、ゴールキックになりました。ファビア走り込んできた、カット、ローソン、ローソン、一旦戻す、ヤムニ、チェリッチ、これはファールでしょう。ここで前半終了。声援は一旦小康状態になりましたが、ここ放送席でもサポーターの熱気はひしひしと。さあ後半戦、後半戦が始まります。メドンと、チェリッチ、ラゴスティーノ、フルシュカ、ラゴスティーノ、スティーノ、スローイン、キティ、繋がりません。ローソン、ラムー、ラムー、モイエンテス、さあここからどう攻める、シュート、ハポスト、守り切った、ヤムニ、フィニッシュまで持っていけません。マイナス方向へのパス、ファビア、ラムー、サンティス、パヌッティ、ファーサイド、ミドルシュート、イウクナ、中へ放り込む、細かくつないで、シュート、ゴール、ゴール、ゴール前での模様を今一度ご覧ください。ローソン、
ヒメロ。キティ、ラムール、キティ、放り込んできた、ハビ、ナイスセーブ。サンキス、ヤムラ、キティ、シュート、助かりました。ゴールキックになりました。パビア、キティ、さあどう攻めるのか。大きく前方にクリア、あと10分です。ダゴスティーノ、戻して繋がりません。おっと、奪ったパビア、カット、ローソン、パビア、大きくクリアしました。マンチェスター、さあこのまま攻め上がれるか。キティ、ふわっと上げる、ヘッドで落として、ふわっと上げる、サンキス、ミヤタビッチ、ヤーン、ふわっと上げる、シュート、スローインです。センタリング、パビア、ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。マンチェスター、残念ですがこの辺で